皆さんこんにちは、ストレッチ中島です。私の中島的ですね、スキーの板について、ご説明させていただきたいと思います。私はですね、基礎スキー用でいう、普通のカービングスキーと、あとはファットスキーって言いまして、後ろがですね、このような形で、少し上がっているような、ツインチップって言うんですけれども、前も、あと後ろも、浮いているような、このようなスキーを、ゲレンデで使って滑っています。まずですね、どちらのスキーを選ぶかっていうのは皆さん好みがありますので、それは自由なんですけれども、一つずつ説明していきたいなと思いますけれども、私はファットスキーを、当時どうですかね、4、5年前から使ってるんですけれども、私も少しやっぱファットスキーには抵抗があったんですけれども、ちょっと知人からの、紹介ときっかけで、ちょっとテストをしてみたところ、非常にスキーが、簡単に回るのと、スキーそのものが簡単に雪面のところで浮いてくるような感覚があったので、これは少し自分としては、面白いなということで、すごい違った感覚で、これはひょっとしていい練習方法や、スキー上達にはすごい使えるのかなという形で、感じました。そしてそこから実際に、僕はゲレンデの中で滑るのはほとんどなので、日本のゲレンデの中でどんなような感じで、どのような長さ、あとはどんなような、なんですかね、長さと幅ですかというのがいいかなと思いまして、一通りですね、細いのはセンターが90ミリぐらいのものから、太いのは125ミリぐらいの、長さも165センチぐらいのスキーの長さから、長いものは180後半190ぐらいだと思うんですけども、この辺りのところまで全部、何本も、テストをして、おおよそ、この辺りであれば、ゲレンデの中で楽しむことができ、もちろんパウダーとかでも1本で使えるかなっていうところを大体自分の中で、数値化、しました。でそこからですね、そのおおよそ自分が数値化出したスキーをですね、使いつつ、あとは、それと、今まであるカービングスキーを併用して滑るようにしています。実際にですね、じゃあこのパッドスキーって言ったら、僕が、自分で、データを取ってゲレンデの中でっていうことで滑れるなというのは、私自身はセンターが105、6というような、長さ、幅のですね、スキーを使ってるんですけれども、スキーそのものの長さとしては175ぐらいですかね。実際には私163しか、身長ありませんので、スキーブーツを履いても5センチプラスぐらいですかね、160後半ぐらいなので、実際にはこうツインチップのスキーっていうのは前と後ろはこのようにこう反ってるので、実際に雪面にこうついてるのっていうのが8センチから10センチぐらい、実際の長さよりも短いってことなので、おおむね僕が175、6センチのスキーなんで、マイナス、10だとすると165、8センチあるの167ぐらいなんで、ちょうど雪面についている、場所と僕の大体身長が同じぐらいになるような、スキーを選んでいます。で、一応ですね、106って言ってセンターが106ミリあるので、ちょっとね実際にね太い角度に感じるんですけども、その分だけスキーがターンしている時に浮きやすいので、僕この、自身としては好みとしては滑りやすいなと思います。で実際に、皆さん一般の方が、スキーヤーの方が、まずファットスキーを導入するあたりで考えると、僕のイメージとしてはもう一つ幅が狭いような95ミリぐらいですね、要は100ミリを切ってくるようなスキーで、身長はですね、身長とスキーの長さについてはおおむね
スキーの接節点ですね、雪面についてるのと自分のおおむね身長が1対1になるような、まあ、スキーだとすごく扱いやすいんじゃないのかなと思います。ただ、身長が高い方はそうなると180センチぐらいになってくるとスキーそのものがどん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 長くなってしまうので、まあ、長くなって太いスキーになってくると、まあ日本のゲレンデはそんなに大きなところ、幅が広いゲレンデって限られてしまうので、大きく回りないんですけど、やはり、ゲレンデの幅ではですね、そのスキーの性能を発揮することができないので、まあ大体、身長が高い方でもですね、まあ今私が提案して175センチ180センチ以内ぐらいのスキーだと、まあ、日本のゲレンデでは非常に使い勝手がいいかなというふうに思います。ですのでまあ、カービングスキーというのも非常に面白くて、いいんですけれども、ツインチップで後ろと前のところが反ってますので、まあ、簡単に、センターのスキーがしなりやすいということがあるので、まあ、これを使ってですね、ゲレンデで滑っていただければ、まあ、新しい感覚を得ること、もちろん普通にですね、カービングターンとはそれってできますので、サイドカーブもだいたいどんなもんでしょう、15メーターぐらいから20メーターぐらいのラディウスがあるので、十分カービングターンも可能なので、ぜひいろんなメーカーさんから、まあ、同じような先ほど言っている、90mm、センターが 100mm 以内、または行ったとしても105ミリぐらいなところのところから、まあ、概ね175センチ以下ですねぐらいのところの幅の中で、皆さん選んでいただいて、もちろんメーカーはですね、いろいろとまあコンセプトありますので、そのあたりもですね、自分の好きなメーカーもあるでしょうし、あとまあ見た目かっこいいのもあると思うんで、そのあたりは皆さんの、好みで選んでいただいても構わないと思いますので、ぜひその辺をですね、まあ、参考にしていただいて、今シーズンですね、まあ、来シーズンですね、2021シーズンですね、のにはですね、ぜひそのようなパッドスキーというものも一つ、自分の技術アップになるアイテムとしてご検討していただければありがたいかなと思います。このような形で、まあ、今までないような、サマーシーズンですけれども、ぜひですね、皆さんの来シーズンに向けて、また気持ち新たにですね、前向きに、頑張っていけたらなと思いますので、今日の、私が使っているファットスキーですね、についての、アドバイスを、何らか形で皆さん使っていただければなと思いますので、またこのような機会があったら、また次の、テーマについてお伝えしたいと思います。はい、それではですね、ストレッチ中島の本日の YouTube を終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。さよなら。